削るところ。どうでしょうかね、今のドリブルからのシュートまでの自然の流れですね。3番のボールを少し止めてればね、はい、あの間を空けなければもう少しあのカバリングできたりなんですけども、でもすごいですね、いいプレーですね。フォワードとしてはいい意識持ってる、やはりあのそういうセンスがやっぱり今一番出たような場面でしょうかね、はい、ゴール近くに行けばやっぱり自分でかわしてシュートっていうね、そういう接触がやっぱフォワードのですね、はい、約10分経過、残り5分となりますけども、いやどんどん攻めていかないとですよ。ですね、おキーパー、はい、キーパーがちょっとサイドからっていうことを真ん中だけだと思うような場面で、はい、このこれが繋がると、あー今惜しかったですね、サイドに繋がるとここですね、あ10番から出る、あ10番から出てきた、難しいですね、はい、どうでしょうかね、ちょっとあの中盤からの流れがですね、トップの方に渡すような場面がですね、長すぎるのかな、距離が長いので、そのパスの距離が長くて長すぎますね、はい、もう一つ二つ中継が入れば、このピッチだとプレーが3つ4つ成功すればゴールができるので、6番の子がね、もっと寄っていって、8番の子が寄っていってね、10番の選手、もう与那城の方がちょっとゆとりが出てきたような場面になってきてますね。今のは歩くことが多いですね。はい、来ました11番、来ました。攻めに行っても単発ですよ今ね。そうですね。ですね。どんどん少しずつ下のサポート、横のサポートに今7番、8番いるけど、下のサポートがなくて。相当焦りが出てきていますかな。真ん中までですね。はい。こぼれたものが拾うくらいにいけないとも。与那城のゴールキック、少し疲れが出てきたんでしょうか。そうそうそう、抜けてる、ね、ナイスカットですね、どうですか、シュート7番の選手は、今の素晴らしいインターセプトでしたね、やはりあれはどうでしょうかね、読みがなければなかなか、はい、キーパーのミスを見逃さない、はい、ファーストコントロール、いいコントロールしてゴールに向かえるので、ファーストコントロール、いいコントロールしてゴールに向かえたので、はい、強烈なシュートじゃないんですけど、あの、ね、見ているというのが大事です。そうですね、ナイスゴール、はい、いいですね、はい、7番の選手また行きました、7番の選手来ました、ゴーダーキーパーと、素晴らしいですね、で与那城のこのキックはチャンスにもなるし、はい、さっき言ったピンチにもなる、あなるほどですね、そこをうまくあの、はい、パスにできるように、はい、指導者も頑張って伝えていければ、はい、だいぶあの沖縄の方が盛り返してきております、はい、残り時間3分程度となりました、どうでしょうかね、もう一踏ん張り、昨日のチーム頑張っていただきたいと思っておりますね、はい、分からないですからね、どうですか、はい、10番取った、10番取った、今の10番取った、あれも11番取った、いいですね、スピードがあるドリブル、素晴らしいですね、10番8番、7番のバランスが、はい、もうちょっとですか、8番の7番のバランス、まだ難しいかもしれないけど、7番を持ってね、サイドに寄ってってことですね、ああ、いいですよ、どうだ、センターリング、センターリング出た、どうだ、後ろから上がってきた、3番後ろから上がってきた、3番のセンターリング、どうだ、7番に上がった、7番からどうだ、7番のシュート、どうだ、7番、7番、素晴らしい、素晴らしい、ちょっとまたをね、ちょっとその間から見てしますよね、ただいまの得点で4対3でしょうかね、4対3、1点差となりました、4対3、1点差となりました、どうでしょうか、昨日のチームがどんどん盛り返ししております、5対3ですか、はい、失礼しました、ただの試合で5対3ですね、もう一踏ん張り、このピッチだとワンチャンスで点は生まれますから、出た出た、はい、出ました、11番ナイスボールコントロール、ボールキープ、あー素晴らしいですね、与那城のチームも分かりませんね、2人で行ってますからね、与那城は抜きました、ナイスパス、ナイスパス、どうだ、もう一回、
キーパーシュートだ。おお、ナイスキャッチ。ちょっと難しいバウンドになりましたが、よくキャッチしております。8番の山下君、はい、いいプレーですね。中に蹴れますか、中に蹴れますか、どうですか、はい、9番出てきました。シュート、いいですね、シュート、どうだ、本当に止めてくれた、シュート、おー、10番の選手、素晴らしい。これで4点まで、1点差まで強くなりましたね。いい大会になりましたね。なんか決勝戦にふさわしい白熱した展開です。素晴らしいですね。打ちた展開ですね。素晴らしいですね。上野翔平、ここで落ち着いて、はい、どうでしょうかね。はい、そこでもう1点、ティナの方に勢い出てますね。出てますね。ティナのリズムになっております。上野翔平、どうでしょうか。はい、はい、あ、爪が早くなりましたね。ティナのチームが爪が早くなりました。4番出ました。どうだ、どうだ、8番フォロー、8番見てみます。よっしゃ、10番へパス、あ、どうでしょうか。まだですか。あ、10番キープしております。10番キープ、あ、いいキープですね。ここでも3枚のうち1枚が上がってくるから、はい、ですね。はい、どうでしょうかね。もうそろそろ時間、どうでしょうか。はい、そこでどうだ、シュート、あー、惜しかったですね。はい、ロスタイムどうでしょうかね。最後のワンプレーになるでしょうか。素晴らしい白熱した展開になって、あー、惜しかったね。あー、ここで9秒のホイッスルが鳴りました。でも素晴らしかったですね。与那城 MC 優勝ということで、そうですね。でもこの決勝戦素晴らしかったですね。やはり白熱したゲームで、そうですね。どうでしょうかね、与那城さん。見ている他のチームの選手もとても参考になったと思います。ボールを失わないことがどれだけ大切なことか、蹴って相手にするよりはきちんとキープしてプレーする力をどんどんつけてほしいなと思います。はい、藤田さんどうでしょうかね。そうですね、昨日はですね、前半後半のですね、前半の方は与那城に、やられたんですけど、後半の方はですね、やっぱり後半の方がですね、タイミングよくやると、後半の組織を与那城 FC の試合は5回4人を与那城 FC の勝利となりました。パワープロでですね、盛り返して、あと1球でですね、残念でしたね。はい、まあ今回ですね、第2回ウルマジパンカップ決勝戦、ティナ、ティナピース FC 対与那城 FC、 まあやっぱり決勝戦にふさわしい、この4年生の高いレベル、県大会でもですね、やっぱり高いレベルのようなゲームが展開されました。本当に素晴らしい大会になったと思います。今回、今日はですね、初の試みでこういう形でさせてもらってるんですけども、どうですか、感想は。山下さん、いやー、すごいいいことですよ、はい、こうやってまた、このゲームを各チームが振り返ってまた3点することができるようになるので、記録として残るのは大変いいことかなと思います。はい、どうですか藤田さん。そうですね、やっぱりこういうピッチで、はつらつとですね、素晴らしいプレーを見るということは、みんなですね、こういうゲーム好きなんだかなと思います。で、我々非常に、ね、サッカー関係者もまた、大いに、ね、頑張ろうという意識になりますね。こんなに素晴らしいプレーを見せてくれて、はい、ここ、石川火力発電所多目的広場よりですね、第2回ウルマジャパンカップ決勝戦の模様をですね、実況生中継でですね、一応お話をしましたけども、やはりこの子どもたちのためにですね、各指導者または父母父兄の皆様、そして協賛いただいた企業の皆様、本当にその方々に力があって、この子どもたちも非常にいいプレーができたと思いますのでですね、本当にそういう方々にですね、感謝してありがとうございます言いたいですね。どうもありがとうございました。はい、これをもちまして中継を終わりたいと思います。じゃあまたごきげんよう、さようなら。